はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、本当はね、庭キャン、庭でにテント張ってね、庭キャンやろうかと思ってたんですよ。もう、こっちの方もね、だいぶ雪溶けたんですけど、青森の方って、キャンプ場、まあ全部ではないんですけども、冬季閉鎖がね、結構長くて、私がよく行くあのキャンプ場はね、4月の29日まで、冬季閉鎖になってて使えないんで、なんでね、ちょっとまあ、庭でね、軽くこう、キャンプ気分で庭キャンしようかなと思ったんですけども、雨になっちゃって、一応、お肉とかね、焼肉しようと思って、お肉とか用意してたんで、まあ、いつものね、感じで、部屋の中でね、焼肉っていう形になりました。またね、チャンスあったらね、キャンプ場、開くまでにまだ時間あるんでね、日にちあるんで、一回ぐらいね、その前に庭キャンやろうかなと思ってますけども。ね、今日は申し訳ないですけども、いつものね、スタイルの、焼肉っていうことでね、やっていきたいと思います。じゃあ、火つけるか。よいしょ。またね、鉄板ね。この、厚み9ミリある鉄板。これで、あ、そうか。これではダメなんだ。ここに置いといて、これを外して、これで火つけないとダメなんだね。よいしょ。あー、ちょっと待って。おー。よし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 。これ、ニンニクのバター焼き。この辺に置いとくとね、熱で溶けて焼けるんで。では、あ、じゃあ先飲み物。飲み物はね、せっかくなんで、恵比寿ビール、ちょっと、かぶっちゃってね、うちの母のね、仏壇用にね、お供え用に買ったんですけども、ちょっとかぶっちゃって、黒ビールがね、恵比寿の。なんで1本もらってきましたね。今日はこれを飲んでいきたいと思います。久しぶりだな、エビス。よいしょ。あー、泡だらけになっちゃう。もったいない。あー、ちょっと泡の方が多いな。あー、この辺にしとこう。ちょっと泡だらけになっちゃってもったいないから。こんな感じですね。ほら、こんなになっちゃって。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、シュワシュワで乾杯いただきまーす。うまっ。あ、味が濃いな。うん。ねえねえ、お肉は、ちょっと半額のお肉狙っていったんですけども、なかったんで、牛タン、塩味の厚切り牛タン、これがね、20% 引きで、707円、税込みで764円。いいお値段しますよね。半額がさすがになかったんでね、まあそれでもね、 20% 引きだといくらがお安いんで、これ買ってきました。あ、ちょっと開けますね。こんな感じですね、牛タン、厚切り牛タン。ほらほら、このぐらい厚切りになってますね。これ1枚いっぺんに焼くともったいないかな。半分ずつ焼いて、切って焼いた方がいいかな。で、お肉はね、焼肉用のお肉が高いのしかなくて、カットステーキというのを買ってきました。これも 20% オフで、548円、税込みで592円ね。なんか味付けになってるやつ。本当はね、焼肉用のお肉欲しかったんですけども、ステーキのね、お肉もあって、どっちにしようかなと思ったんですけども、こっちの方が若干安かったんで、これにしました。こんな感じのお肉ですね。もうサイコロステーキみたいな、ね、感じのお肉ですね。よいしょ。では、あとはコウくん。
ウインナーのコークン足りなかったらね、ウインナーのコークンと、あと野菜とかいろいろ買ってくるとまた食べきれなくて余っちゃうんで、エリンギだけ買ってきました。エリンギも開けよう。エリンギね、普通のエリンギですね、これは。よいしょ。では、ちょっと油引かないとね、大丈夫かな。あ、もうなんかちょっとニンニクのいい匂いしてるな。よいしょ、油を引いて、ちょっと待ってね、バターをこれ下の方にしちゃおう。バターはこれ後でニンニク焼けて、あ、焼けたらこのニンニク取って、でそこにね、溶き卵入れてね、ニンニクバターのニンニクの美味しいね、旨味が出たバターで卵焼きやります。ではじゃあ、まあお肉、あ、エリンギか、エリンギちょっと待ってね、エリンギちょっと、エリンギを石突きのとこだけちょっとね切って、で半分に裂いて、よっ、2個、まあこれいいちょっとこれで、うん、で最初はこういこうかな、サイコロステーキ、おお、この辺良さそうだな。これにしてみる。あと今日はね、何もなくて、お肉が焼けてくんないと。よいしょ。ではどうかな、お肉ちょっとひっくり返してみようかな。おお、おお、美味しそう美味しそう。まあちょっとね時間かかるんで、バター焼きこんな感じですね。ちょっとまだ焼けてないと思うんだけど、あ、全然ですね、エリンギは。まあでもひっくり返しとくか。でもこっちは結構いい感じ。よいしょ。こんな感じですね。かな、これもう一回返した方がいいかな。あ、でもあんまり形しない方がいいかな。もう これはいいかな。もうこれは焼けてるっぽいな。これはまずはじゃあ一個ね、わさび醤油にしてみようかな。ついた感じで、こんな感じですね。わさび醤油でいただきます。
ちょっと固めですけど美味しい。うん。うわあ、じゃあこれも焼けたと思うんで。これはね、おろしポン酢でいこう。中におろしポン酢でいただきます。だいぶエリンギも焼けてるな。焦げつかないように。牛タン、これ半分にするか、あ、焼いてから半分にするか。牛タン、こんなやつね、こんなやつ。おお。ちょっとね、残ってる分飲んでます。うん、氷を用意して、ちょっと今使ったとこですけど、グラス洗ってないですけど申し訳ないです。レモンザリッチ、札幌産のね、ニガウマレモン、これを次はいただいてみたいと思います。ちょっとね、牛タンにはね、このレモンサワーを合わせたいんで。よいしょ。じゃあ、お肉ひっくり返してみようかな。なってきたかな。柔らかい。もうそろそろ揚げてもいいかもな。お肉。先にお肉もうおろします。焼けたと思うんで。ああ、うまそうだな、これも。こんな感じですね、ニンニク。バター焼き。あー、ピントが来ない。ちょっと置いときます。で、ちょっと待ってよ。豚タン、ちょっと、切った方がいいな、おっきい。うわ、すごい、肉汁が溢れてすごい。あー、エリンギももういいな。アップにしたいとこだけど、カメラ持ちながらだと、ああ、いこった。ナイフ使えないんで、ああ、どうなった？ちょっと。おお。もういいでしょう。うわ、すごいジューシー。やばい。一応塩味ついてるっぽいんですけど、まあ一応薬味でね、おねぎを塗ってて、よいしょ。こんな感じね。おお、これはすりごまと、お塩と粗挽き胡椒で混ぜたやつね。これをちょっとつけます。ああ、
ああ、映ってない。こんな感じね、こんな感じで。ああ、ネギが落っこっちゃったな。じゃあ、いただきます。もう一個ね。おお。これはおろしポン酢。豚タンね、おろしポン酢でね、豚タンでね、牛タンね、おろしポン酢で食べるのもね、さっぱりしてうまいんですよ。こうね。こんな感じ。いただきます。うまっ。そしたらじゃあちょっとエリンギをおろして、コウくん焼いてみるか。コウくんね、ウインナー、コウくん。こんなやつね、コウくん。2分いってみるか。よいしょ。焼いておいて、ここで牛肉を1個焼いておくか。あんまりたくさん焼くと世話しなくなっちゃうんで。で、卵。おー、これで卵焼きにします。このバターがね、うまいんですよ。このニンニクのエキスが出たやつね。よいしょ。で、蓋をしとくなー。よいしょ。あ、じゃあニンニク、さっきのニンニク食べよう。ニンニクね、ちょっとお塩して。こうですね、ニンニク。ほら。いただきます。うん。うまっ。バターでやった方が美味しいと思うんだけど、どうでしょう。バターの風味が少しして。うん。もっといっぱい焼いてもよかったな。やっぱうまいわ。じゃあ次は身ごろ。動画の尺長くなってるかな。ミニゴロをちょっとね、注いで、氷もちょっと出すか。で、キリンタンでのね、プラチナダブルいってみたいと思います。よいしょ。おお、美味しそう。コウくん。おお。いいかな。
あー、まあいいや。お肉も返して、おー、卵はどうなったかな。お、まだだな、まだまだ。じゃあ、エビに食べよう。エビ、これもおろしポン酢で。いただきます。うん、おいしい。お肉ちょっと塩コショウした方がいいかな。まだ半生かな。お、いい感じ。もうちょいだな。お肉をもう一回、あ、食べちゃった。もういいかな。じゃあ、せっかく2つになったから1個はおろしポン酢でいこうかな。おろしポン酢でいただきます。卵ね、どうなったか開けます。オープン。おー、わかる、このふっくら、ほら、ふくらね、ふっくらなってるのね。これにお醤油をちょっとかけます。おー、これがね、めっちゃめっちゃ美味しいんですよ。あ、ちょっとあれだな、カメラで撮影しながらだとうまく撮れないかも。うわー、このふかふかの卵、見てこれ。あ、よいしょ、こんな感じ。もうふわふわ、これがね、ニンニクの旨味が出てたバターにね、お醤油、バター醤油、めっちゃ美味しいんです。いただきます。うん、うまっ。これが美味しいんですよ。これはね、ぜひね、やっていただければと思います。あ、じゃあこれちょっとおろしますね。もう焦げちゃうと困るんですね、卵。おー、もうこれもいいでしょう。おー、こうくんも、あー、いい感じ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、転がってっちゃう。これがあれかな、一個はこれで食べてみるか。このすりごまと
胡椒とお塩、ちょっとこう、さっきのおネギをちょっとやって、あ、おネギいっぱいあるから追加しよう。あ、よいしょ、これで、わかりにくいな。あ、お肉ね、これもある、じゃあこうくん、どうしよう、こっちこっちやるか。こんな感じね、こうくん。ピンときたかな、ね。じゃあこんな感じ。こんな感じで、美味しそうに焼けてます。じゃあいただきます。ここ。結構ジューシーなんですよ。ちょっとエビに焼いておきます。よいしょ、エビに焼いて、もうあともう一枚、牛タン食べるところまではちょっと動画できないかもしれないですけども、とりあえず焼いて、おかわりちょっと入れよう。ではあとはね、また他の方のね、晩酌動画でも見ながらね、ゆっくりね、焼肉続きに食べて飲んでいきたいと思います。じゃあ今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画編集してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。